賞味期限が2002年。まあ、2001年に発売された商品で、まあ、1年後ぐらいの、まあ、賞味期限だよね。大体ね。2002年、2001年。だから23年ぐらい前のさ、これ商品なんだけどさ、もう2025年って考えても、もう24年前の商品だぜ。それがまさかのさ、奇跡のようなレベルなくせ。帰り中、帰り中の未開。コレクトクラブ、なんとまさかの未開封あったんだが、しかもなかなかのやっぱ重量があるんで、まあポリストン製でさ、あの石、カッパのミイラとかも欲しいよな、あとね、このね、捕まってる宇宙人捕らえられたね。宇宙人。この捕まった宇宙人のやつも欲しい。まあ宇宙系でも欲しいよ、グレイとかさ。前回あの火星人のやつはさ、ちょっと箱なしだったんだけど買った。もうめっちゃ良かったよな。あれはちょっとね、火星人ずるかってはない買ったんだけど、あの火星人。やっぱ宇宙人つながりで。欲しいよな。でもまあできれば、まあ、持ってないのがいいんだけど、被っても鬼とか被っても全然いいよね。黒鬼にするし。あの、もちろんね、これ未開封だから中身は何かわかりませんということで、何が出ても、あの、なんとクレームは入れるなというね。では早速、ユーハ味覚とコレクト比べ。七不思議編ね。いやー、これグレーとか良さそうだよな。モアイも今いいけどな。あと、ゼウス。これゼウスガタイでこう。カードついてるのもいいよね。解説。のカードもね、ロック調とかもすごい、水晶ドクロもあるしね。いや、こんな昔の商品が今ゲットできる感動のごめん。それでは未開封品、うわーすげえ怖え、未開封品いくよ、開けるよ。え、もうもったいないけどね、なんかね、すげえもったいない感じするけど、いや事件ではね、これ昔のこんな昔の未開封であるんだって。ペリ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 、あー開けてしまった。ペリ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 、あー怖い怖い、すいません。で、いくぜ、取るぜ。尻尾、あ、いた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 。あ、なんかね、袋に入ってる、すげえ。あ、この厚紙は変わらずだね、これね。これで守ってんね、壊れやすいから。石でこうね、あの、守って、石がね、壊れやすいから守ってんだよね。そしてこれがね、お、袋に入って、おい待って、グレイだ、すげえグレイだ、袋に入ってる、すげえすげえ袋に入ってる、氷に入ってんの本当は。今まで開封済みのしか持ってなかったからさ。すごいね、グレー、グレーだグレー。え、待って待って、これ、あ、この紙もあれだね、いつもと同じみたいに、もうね、これね、ほんとポリストン製っていうことでマジで壊れやすい。石だからさ、割れ、こうほんと落としたら悪いから、もう一回で割れると思うから、マジで気をつけないといけないんだよね。で、今回ゲットしたこのグレーだ。でもなんか色が、ちょっと待って待って、これ黄ばんないんだけどこれ古すぎて黄ばんないんか、なんか色が違う感じするけれども、一応グレーだよ。前回の火星人みたいな色してるな。いや、マジどれ出ても当たりだよな、すげえ。で、ちょっと待って、グレー、やったー、グレー来たぞ、おい、エイリアングレー、やべえ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 。その中、全身が灰色がかっていることに由来する人型異性生物グレーは、現在最もポピュラーな宇宙人のイメージであると。背は1メートル程度と低く、黒い大きな瞳、小さな鼻孔と口が特徴的だが、これらは彼らの身体機能が長い歴史の末に集約された結果だと言われていると。これベストなんだ、じゃあね。ベスト体型ってことか。グレーは地球文明よりもはるかに高度な科学文明技術を有しているとされ、その地球人の生殖機能と感情に大きな関心を寄せ、たびたび地球を訪れては人類の生態を研究している。うわ、あれか、キャトルキャトってんのかな、こいつ。人間、宇宙人にさらわれたっていうね、人間もいるから、マジでこいつはキャトってんじゃないかなっていうね。いや、怖いよね、エイリアン。そう考えると改造されたのは、まあ、でもジレンみたいなグレーもいそうじゃない、中にはね。まあ、1メートル程度低いって書いてるけど、ジレンみたいなマッスルガタイのやつもいるかもしんないよね。マジで、このガタイをあのジレンのさ、爆裂マッスルにするっていうのは、ほんと、いいキャラ作ったよな、スーパーな、ドラゴンボールスーパーな。細身のさ、チビのグレイってイメージをさ、払拭したよね、あれでね。ジレンの、ジレンのおかげで。スーパーマッスルグレイということで。で、ちょっと、待って、色がなんか変じゃないこれ。え、待って、開けてみる、開けて、あ、これは、あ、テープで止まってんだ。はぁ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 。そうか、落ちないようにね、テープで止まってんだね。本当はね。初めてな、これ、まさか未開封開封できるなんて。わぁ、すげぇ、グレー。これさ、空張りかも。
黄ばんでるっていうか、これ空張りな感じがする。これ空張りじゃない、これ多分だけど、おそらく空張りのグレー。うーわ、めっちゃいいわ、めっちゃいいわ。これあれあれかな、あの宇宙船のさ、操縦席、あのコックピットでさ、これ操縦してるのがウェーって。うおー、すげえ。あ、これね、パッ、もうほんと簡単パキっていくわ。やばい、怖い。あ、やばい、怖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 い。あんまそんなようにしよう。やったぞ、みんな、グレー来たぞ、グレー。まさか、しかも空張り、おそらく。空張り、これね、全部で24種って書いてるんだけど、空張りがあんのよ。空張り。だから空張り含めたら、まあ、30種ぐらいになるのかな。何があるのかわかんないね、空張り。全部あるのかもしれない、もしかしたら。もしかしたら全部空張りがあるのかもしれないし、いやー、決まってんのかな。多分グレーはこれ空張りだわ、おそらく。多分そうだよね。だって明らかに色違うもん、これ。なんか古いやつで黄ばむんだけどさ、こう、フィギュア。黄ばんでるって感じじゃないもんね。クリアパーツだし、明らかに。こっちはもう完全にグレーの色だもんね。これ空張りだわ。すげえ、組み替えグレー。狙いの宇宙シリーズ、しかも空張りを出すという奇跡裏子。奇跡起きた。何この紙引き、奇跡起きた。もう未開封ゲットできただけでもさ、奇跡なのにさ、さらにグレーの空張り出た。うわ、マジで。青鬼と赤鬼あったしょ、あとグレーもあったしょ、あと人魚もあんのよ。人魚3種あって、あ、そうそう、コメントでね、教えてくれた人がいたんだけどさ、ありがとう、教えてくれた。あの金髪の人魚か、うん、シークレットって書いてあった。金髪ぐ、あの人魚3種あって、金髪あったっけな、ま、この足の部分の色しかちょっと覚えてないんだけど、金髪もあったかもしれない。その3種のうちの1種、金髪がシークレットらしいんだよね。だからそうか、人魚は空張り1種あって、もう1種がシークレットなんだと思う。合計3種あるってことか。カラバリは2種あるんだけど、プラスシークレットで1種あるから、人魚はシークレット3種含めて3種あるってことだと思うんだよね。火星人とかはカラバリないのかな。火星人、いや、これ火星人最高だったよな。今回のグレーも最高だけどさ、前回の火星人も最高でさ、いや、でもグレーすげえいいね、これね。いや、ずっと見てるこの顔、マジでジレンだよな。ジレン。ジレンも子供の頃こんなだったんかな。うわ、ほっせー、これは勝てるな、マジで。余裕で勝てるな。ワンパンでいけるわ。ジレンみたいなの来たら終わりだからね。台座もね、しっかり、あの、作られてね、台座、優雅味覚灯って書いてあってね、台座もクリアパーツ。全部クリアパーツになってるね。で、この操縦の、なんつうの、この、メインコンピューターみたいな、こう操作するところも、クリアパーツで。で、地球攻めるかみたいな感じで話してたから。もう今日地球攻めちゃうもうみたいな。いや、もうちょっと様子見るべみたいな感じで話してたから。あー、うわ、すげえいい感じだね。グレイ。まさかマジでグレイ来てくれるなんて、最高の展開だったな。ということで、今回は未開封のね、初の未開封のコレクトクラブの開けてみたんだけどさ、まさかのジレンが来るというね。うわー、ジレンゲットゴリで。エイリアングレイジレン。しかもおそらく空張りね。うわ、奇跡起きた。ありがとう。ありがとう、来てくれて。ということで、今回は初のね、未開封のコレクトクラブ開けてみたという動画でした。最高だった。みんなもぜひね、あの、未開封のあったら買って開けてみて。やっぱね、未開封の方がワクワクするわ。いや、楽しいな、未開封な。何が出てくるかわかんないけど、ドキドキが、やっぱいいね。いや、しかもさ、狙いの出た瞬間のこの感動と興奮、焦ったもん。グレイ出たぞって。しかも空張り、おそらく古くて黄ばんでいるわけじゃないと思うんだよね。全然色違うから、ほら全く違うもんね、これ。日本のやつはこういう、ほんとグレイなんだけど、うん、空張り、あっちでもクリアパーツだもん。これクリアパーツじゃないよね。な、実際ゲットしてみないとわかんないけど、クリアパーツではないと思う。全身あのグレーに塗られてるよね。シルバー。グレーっていうかシルバーっぽい色してるよな、これな。メタリックシルバーで、いや、かっこいいだろうな、これもな。まあ、今回空張りゲットできたから、次回普通のグレーもね、狙ってね、ちょっとまた未開封開封したいな。未開封。それではまた次回、次のコレクトクラブの開封動画でお会いしましょう。今回はグレー、おそらく空張り。ありがとう！いいねー。前回ゲットした火星人と並べるか。
宇宙人シリーズ、宇宙シリーズで並べて飾りたいね、これはね。ちっちゃいさ、あのケース買ってさ、それ宇宙シリーズで。まあ、全種昆布並べてもいいけど、宇宙シリーズで固めて並べても絶対いいわ。マジ宇宙シリーズ最高だわ。これはぜひともノーマルバージョンもゲットして並べたいね、早くね。ノーマルグレイと。すげえ、いや、カラバリこんな色なんだね。いや、本当にポキっていきそう。あ、怖い怖い怖い。マジ簡単にポキっていきそう。すげえ怖いね。